まさか私たちの探検がこんな結果を招いてしまうなんて。でもこんな状況だというのに、私には一つどうしても気がかりなことがありました。なぜハジカ先生はこの棚を拾ったラブレターなんて欲しがったんでしょうか。そのことがどうしても気になって、私は一人になってからラブレターを開き、ようやく気づいたんです。私どうして今までそのことに気づかなかったんだろう。なんて書いてあったっけ。全然覚えてねえや。全然覚えてねえや。次回予告。さて、姫様が姿を消してしまったんだ。まあ、退治しに行ったんかな。願いが天に通じたなら、約束のあの丘へ向かおう。私はその定めに逆らい、過ちを起こしました。待って、この手紙を見てください。なんかシリアスな感じ。秘められた思い第4話、遠い約束。まあそうか、姫屋との約束であると。まあそこはちょっとね、うん、最初見た時からそんな感じなのかなと思ったけど、姫屋と誰なのかってとこだよな。まあそれがあの化け物だったりすんのかな。あの化け物結局さ、単純に犠牲者 A みたいな感じで、特にそんな大したことじゃない人なのか、それともさ、めちゃめちゃ大切な、ねえ、姫屋とも、つながりのあるような人なのかってことにもよって、だいぶ変わってくるけど、そこどうなんだろう。よう、明石、いるかい、いたね。ユーシスさん、私とんでもないことに気づいちゃったかもしれません。この、獅子の田が持っていたラブレターを見てください。ちょっと読みますね。さて、何が書かれているのか。生涯をかけて君を幸せにしたい。寝台の間にて、願いが天に通じたのなら、約束のあの丘へ向かおう。寝台の間っていうのが、さっき言った、なんかよくわかんない場所でしょあの、よくわからん封印されていた場所。願いが天に通じた。ああ、生涯をかけ君を幸せにしたいは、まあ、ラブレターなんだけど。そして、永遠を約束する、杯、誓いの杯を二人で交わそう。ずっと気づかなかったけど、このラブレターには寝台の間のことが書かれて、あ、知らなかったの、証。そのことね。私、このことには大切な意味があるような気がして、ユーシさん、獣を追いかけていった姫屋様を一緒に探してくれませんか？一つ、確かめたいことがあるんです。なるほど、まあ、行くか。はい。はあ、よかった。獅子の田たちは頼りにならないし。地味にひどいこと言ってる。私一人じゃ心細くって。とにかく、まずは姫屋様のお屋敷で話を聞いてみる。なるほど。うん、そうだね。まあ、やっぱり、その昔あった何かしら、あ、だから、寝台の間にいたのがさっきの魔物なわけだから、あの魔物が書いたラブレターが、まあ、今のやつでずっと待っていたみたいな。まあ、そういうことはありえんのかな。まあ、ただちょっと理性があるようには感じられなかったんだよな。だって、姫屋の隣普通にスルーしてたから、全然今はないと思うんだけど、まあ、昔は、まあ、それが目的であそこまで行ったんだけど、まあ、なんかよくわからんけど、魔物になっちゃったみたいな。なんかわからんけど。なんかいろいろあって魔物になりました。三分クッキングって感じなんだな。まあ、とりあえず、読んじゃ。お前何か知らないか？こんにちは。おー、ユーシスカ、よく来てくれた。知ってるよ。姫屋様が姿を消したんだろ。風の町、アズランに向かう姫屋様らしき、方を見たという情報もあり、たった今人を差し向けたところだ。姫屋様に何かあったら一大事頼む。どうか、そなたも姫屋様を探してくれ。なるほど。じゃあ、とりあえずアズラン行くか。まあ、確かにね、さっきの次回予告の感じ、アズランっぽい背景だったから、まあ、アズランなんだろうなと思ったけど、予想通りアズランでしたと。いや、なんかさ、空見ると綺麗だよな。なんか、今まで全然空とか見てなかったからさ、あんま気づかなかったんだけどさ、空ドラクエってめっちゃ綺麗だよね。なんだろうな、この、リアリティというか、なんというか、あれ？あ、ここか。なんか、ここ通ったら勝手にイベントするのかなって思ったんだけど、ここでしたと。はい、こんにちは。さて、ここにじゃあ、姫屋がいるのか？あ、普通にいる。こんにちは。あ、おじいちゃん。どうして同い年だったら、本来はこんな感じでしたみたいな。そうですか。この家におぞましい化け物がいたんですね。なんかみんな白いね、やっぱり。エルフ。ええ、ただでさえ、老い先短い身ですのに、寿命が10年は縮んだ思いですじゃ。その上、誓いの杯まで奪われてしもうて、あ、誓いの杯出た。そなたたち、来てしまったんですね。まあ、ここに来るくらいならいいんじゃない？別に、あ、僕たちアズラに観光しに来たんですって言えば。今の若い人は知らんかもしれませんが、誓いの杯ってのは、婚礼の儀で行う。ああ、なるほどね。まあ、やっぱり、ラブレターだったわけだ。うちじゃあ、代々その誓いの杯を作っておりますんじゃ。そんなものをどうして化け物が持っていったんだか、
つまりそういうこと。誓いの杯、それって確か、点と点が、点になっちゃった。生涯をかけて君を幸せにしたい。寝台の間にて、願いが天に通じたのなら、約束のあの丘へ向かおう。そして、永遠の約束する、誓いの杯を二人で交わそう。の、誓いの杯。そうだ。あのラブレターに、誓いの杯って書いてあったわ。姫様、あの獣は一体。何のこと？あ、お許しください。私、つい出過ぎたことを。構いません。そのたらには話しておきましょう。しかし、あの獣のことを語る前に、まず私のことを話さねばなりませんね。まあ、不老の禁術を使って、なんたらかんたらみたいだ。ツスクルの民は、世界樹。世界樹ってあの、暗黒大樹だよね、確か。なんかこの間カビハルムイのサブクエやった時にそんな話出てたよね。ツスクルの民が、世界樹に仕えてるんだ。世界樹に仕える一族です。中でも秀でた者は、世界樹の守り人に選ばれ、不老の禁術で長い寿命を与えられます。そう。私は500年前に、一族から選ばれた世界樹の守り人。世界樹の守り人は完全にあれなんよ。ちょ、今画像を出してるかもしんないけどさ、あいつなんよ。葉っぱにまみれた奴ら。しかし、不老の禁術によって与えられた長い寿命は私にとっては呪いにも等しきものでした。誰も彼も皆、私を置いて死んでゆく。愛する者と共に生きることもできない。それが永遠を生きる者の定めなのです。しかし、私はその定めに逆らい、許されぬ過ちを犯しました。今より300年前のことです。恋しちゃったってこと？200年間も生きてる状態それやったんだ。私は、琥珀という名の男に出会いました。不思議な男でした。誰もが私の定めを知ると去っていくのに、彼だけは全く意に介さぬ様子で、彼のそばにいると、心が安らぎました。いつしか私たちは愛し合うようになり、そして、姫は、共に永遠を生きよう。不老の禁術を僕に使ってくれ。君を孤独から救いたい。で、使ってあんなことにって？それじゃ、まさかあの獣は。琥珀の体は不老の禁術の力に耐えることができなかったんです。私はツスクーの村に戻ることにしましょう。琥珀のことは、そなたたちの胸に留めておいてください。わかった。ねえとは言わないから、安心してくれ。姫様、待ってください。お、全力の追いかけ。僕が全力で追いかけてる。この手紙を見てください。もしかしてこれは、姫様に宛てられたものではありませんか？そなた、その手紙を一体どこで？生涯をかけて、君を幸せにしたい。寝台の間にて、願いが天に通じたのなら、約束の、あの丘へ向かおう。そして、永遠の約束をする、誓いの杯を、二人で交わそう。この手紙は、琥珀さんが禁術を受ける前に、姫屋様に宛てて書いた、結婚を約束する手紙だったんですね。きっと琥珀さんは、心を失った今でも、この手紙に書いた約束を、300年前の約束を、覚えているんです。だからそれを果たすためにこの家に来て誓いの杯よ。つまらぬこと。琥珀はもう人ではない。それは誰より私が知っています。確かに人ではないけど、どうにか戻す術はないのか。それゆえ300年も閉じ込めてきたんです。命を絶ってやることが琥珀のためと知りながら、それもできず。まあ300年封印されてた、もし人の心があったとしても精神崩壊しちゃってもおかしくないけどな。姫屋様、ユーシスさん、一緒に姫屋様のことを探してくれてありがとうございました。これお礼です。僕どこ見てん？僕明石とちゃんと顔を見て話そうぜ。どこ見てんのお前。怖っ。この状況怖っ。あー、向いたわ。さて、ってなってくると、次回はバトルになるのかな？命を絶ってあげるっていう感じに、もしくはどうにかする方法があるか。私たちが、姫屋様のためにできることって、ないのかな？てかこれ次回予告どうなんだろう？
僕が喋り出したらどうしよう。あ、え？姫屋様、そんなことするタイプだったんですか？コナン君の次回予告みたいに。天は私たちの願いを聞き入れなかった。なんか姫屋様が喋ってると、なんかそれっぽいね。今までのなんかふざけてる感じじゃなくて。二日に及ぶ近日の最小の末に、私が目にしたのは、琥珀の爪に引き裂かれ、無残な姿で倒れる従者たちの姿だった。寝台の間は、変わり果てた琥珀によって赤く染められた。私は彼を牢に閉じ込め、寝台の間ごと封じるほかなかった。そして10年、100年、300年、私は琥珀を救う方法を探し続けた。だが、時が過ぎるほど、こう思い知らされた。琥珀を救う道など、どこにも存在しないのだと。次回予告。おい、これどうなっちまうんだ。じゃあ、え？我が身が朽ちるのならば、これもまた定め。グオーグオーでした。グオーじゃなくて。姫屋様、そんなやめてください。何してんだ、姫屋様。琥珀、共に行こう。え？永遠の誓い、第五は、遠い約束、大丈夫。そんなことしなくても僕だったらやれるから。早まるな。ガガイを一撃で仕留めた僕だったら、絶対いけるから。よし。じゃあ、多分これが最終章になるのかな？こんにちは、ヨンジャさん。てか、ハジカ先生って結局どうなったん？ハジカ先生さ、あれか結局全然出てきてないけど。おー、ユーシスか。よく来てくれた。姫屋様がそなたと証を呼んでいるんだ。ほう。なんだ？うえ、なんていう、ちょうどいいタイミングで。ちょうど証も来たようだな。さ、二人とも入るがよい。なんてタイミングがいいんだ。まるで、あらかじめ分かっていたかのように。さて、こんにちは。そんな体勢できたんだ、ユーシス。え、待って、このユーシスなんか、めちゃめちゃ珍しくない？こんな、従えられてるみたいな、こんなね、立ち絵。ユーシス、そして証、よくぞ来てくれました。そなたたちと別れた後で、私も少し考えてみたんです。琥珀があのようなことにならなければ、私たちは300年前に二人だけの婚礼の儀を行うはずでした。もしも、そなたたちの言う通り、琥珀がその約束を覚えているのなら、琥珀は私たちが誓いの杯を交わすはずだった約束の地、世界一の丘へ向かったのかもしれません。そなたたちの言葉を信じて、私は世界一の丘へ行きましょう。ユーシス、アカシ、そなたたちも共に世界一の丘へ行ってくれますか？私たちの行く末を見届けてほしいのです。いいでしょう。しょうがないな。行ってやろう。ユーシスさんが行くなら、私も行きます。あ、じゃあいいえって言っとけばよかったかな。いいえって言ってみたかったわ。そうなってくると。ごめん、そうなってくると。ありがとう。礼を言います。世界一の丘は、この村の東にある、クエイの森で合ってる？を抜けた先です。なるほど。世界一の丘って、あれだよね。暗黒大樹とは別なんだよな。永遠の誓いを受けました。いや、なんかさ、ユーシスかっこよくない？なんかこの帽子も相まって、めちゃめちゃ強そうなんだけど。私は先に世界一の丘へ向かいますと。なるほど。了解です。さて、じゃあ、ま、おそらく、いるってことなんじゃないか？世界一のところに。クエイの森の入り口まで行きます。さて、え、クエイの森って行ったことあったっけ？多分ないよね。さて、クエイの森は来たこと、ないよね。あ？あったっけ？いや、あったと言われたらあったような気もするし、なかったと言われたらなかった気もする。なんか、なんとも言えないマップ。なんか、ある気も、な、既視感はあるけど、なんかあのマークに。あれは、暗黒大地で見たんだっけ？あ、まあ、暗黒大地も、似てるな。あ？誰？こんにちは。この先は神聖なる世界一の丘じゃ。だというのに恐ろしい。あー、なるほどな。化け物ね。はいはい。たった今、あ、ミコの姫様が化け物を追って自ら世界一の丘へ向かわれた。さて、二人がじゃあここで揃っているというわけか。いるかい？いるね。きしゃー！思えば、そなたと最初に出会ったのも、この丘であったな。あれから300年、時が流れ、世が移ろい、行く中で、私とそなたの時間だけが止まったままだ。そのことが、不幸なのかどうかさえ、今の私にはもはやわからぬ。ただ、永遠に思えた、我が命も、
間もなく月、あ、そうだよな。なんかこの話でてっきり忘れ、てっきりっていうか、完全に忘れてたけど、そう、ヒミアは、どうなんのこれ、命。この命に関しては話なんかなって思ってたんだけどさ、全然この命、この件が解決してもね、どうにかなる問題じゃないもんな。間もなく尽きるようだ。この世界樹が花をつけようとしている。数百年に一度咲く、世界樹の花。花が咲くのを見届ければ、我が役割は終わる。ああ、そういう感じなんだ。未練はない。我が身が朽ちるのならば、これもまた定め。私はその前に、なすべきことを果たすまでだ。琥珀、共に行こう。そんな殺傷能力低そうな武器じゃ無理ですって。え？な、何？お、出た。先生。その獣を殺されては困りますよ、姫屋様。私の貴重な研究材料でしてね。貴様、なら不老の術を良くするか。永遠の命は生きとし生けるものの共通の夢でしょ。いかなるリスクがあろうと手を出すかっちゅうは、ん？あ、あ、いやなんか、なんだったら、一番最初こいつに出会った時点で殺されるかなって思ったんだけど、お前死ぬんじゃね？お前。あ、じゃあ、あぐーなんだったらよくここまで生きてたなって感じするもん。一回もう乗り越えた感じしたからな。あれ生きるんだって思ったけど、全然死んだわ。琥珀そなた。僕がやるし、いやいやいや、僕がやるしかないようだなって言おうと思ったら、まさかのあっちから突っ込んできました。しょうがない。やってやりますか。呪縛の魔獣で合ってるかな。さあ行くか。ということでまずは風切りの舞を使っていくよ。多分こいつはめっちゃ弱い。多分こいつはめっちゃ弱いでしょ。強いにしてみたけど、あーあーああ、やめて。呪縛の魔獣の HP はもう4分の1くらい削れちゃってるよ。ドメディ召喚します。お前利用さしねえぜ。ああ、黄色ゲージになっちゃった。あーあーああ、やめて。みんなそんな呪縛の魔獣がかわいそうだよ。このままじゃ、あ、琥珀、琥珀がかわいそうだって。こんなみんなしてボコボコにして、さらばだ琥珀。うぐー、姫よ。そなた、私の名を。なんか落としてない？ああ、杯か。私がわかるのか琥珀。ぐらー、そなたは私に人としての幸福と生きることの意味を教えてくれた。代わりに私はそなたに何を与えられるだろう。全てを失い300年鎖につなぎ、長い間苦しめてすまなかった。せめて今我が手で黄泉へと送ろう。ああ、ちゃんと息の、ね、止めるんだ、ドラクエって。なんかね、ブワーってなって煙で消えることよくあるけど、こんな死体の状態で置かれることあるんだ。誓いの杯、そなたはこの丘で婚礼の儀を行う約束を忘れずにいてくれたんだな。今そなたとの約束を果たそう。風よ、この杯に清めの酒を、そして願わくば我らに祝福を。え？ああ、そういう感じ。かわいそう、琥珀かわいそう。琥珀、まあね、今ちょっと救われた感じはしたけどさ、琥珀の人生めっちゃかわいそうじゃない？さあ琥珀、これで我らも夫婦になれた。共に生きることが叶わぬのなら、せめて共にこの世を去ろう。え？私が死のうとも世界中は時期に花をつける。この程度の自由は許されるだろう。私にできるせめてもの償いだ。いや、だったらね、あとちょっとで花つけるんだったらもうちょっとくらい頑張ってもいいんじゃないの？姫屋様、そんなやめてください。お、おお
シシドタ、男の決意をバカにするんじゃねえ。あのラブレターはな、男の一生分のすんげえ覚悟が詰まってんだ。あんたそいつを踏みにじろうってのか。オイラたちの夢を壊すってのか。そうですよ、琥珀さんは。こんな、償いなんて望んでるわけないじゃないですか。死んじゃうなんてやめてください。姫屋様お願いです。絶対絶対やめてください。そなたたち、姫屋様がいなくなったら、死は、教えることよりも、教えられることが多いと言うが、本当にそうかもしれん。まあな、琥珀がそんなこと望んでないよっていうのもあるけど、やっぱ姫はみんなに必要とされてるからな。そっちだよな、やっぱり。学びの庭を作り、子供たちに学問の道を開こうと言ったのは、琥珀だった。そうなんだ。琥珀よ、見えるか。だったらなおさらだな。共に生きることは叶わなかったが、ここに我らの子供たちがいるんだ。姫屋様、ツスクルの村へ帰りましょう。私は世界一の守り手であり、そなたたちを学徒へ導く母なんですから。みんな、後で私の屋敷へ来てください。あれ、先生めっちゃ生きてる。先生めっちゃ生きてんじゃん。おい、おはじき、おめめっちゃめちゃ生きてんじゃん。羽パタパタさせてめっちゃ生きてんじゃん。お前、完全に致命傷。まあ、軽くても致命傷負ってんのかなって思ったけど、軽傷じゃん、めちゃめちゃ。やれやれ、私はおいとましますよ。あんな不完全な現実など、私の美意識にそぐわないものでしてね。何言ってんだ、お前。さっきまであんな必要に執着してたくせに、何が心変わりあったんだよ。お前、完全にプライド高い系男子出ちゃってんじゃん。どうも、救世主です。どうもどうも。おー、そなたか。姫屋様から話は聞いておる。ささ中に入るがいい。どうもどうも。いやー、皆さん、姫を救っちゃいましたね。あ？どこ？あ、こんにちは。招かれちゃった。よく来てくれましたね。そなたたちへの感謝の気持ちとしては、これでは足りないかもしれませんが、せめてもの礼として受けと、ああ、もう、姫屋さんからもらう、姫屋様からもらうものって言ったら相当なもんだろうな。グリーンオーブ。いや、相当なもんでした。グリーアト。この館からは、学びの庭の様子がとてもよく見えるんです。走り回る子、転んで泣く子、木陰で本を読む子、食べてばかりいる子。みんな、私と琥珀の子などだと思った途端、この世を去ることが悲しくなりました。この残された命は、学徒のために使うことにしましょう。最後まで皆のそばにおりますよ。琥珀にはもうしばらく、黄泉の入り口で待っていてもらいましょう。きっと彼も許してくれるでしょう。ん？あ、終わったんだな。え？あれ？なんか、あれ？今先生、あれ、はじきじゃなかった？え、でも見間違いか、さすがに。ビビった。あ、はじきこっちだな。さすがに旅に出てる。さすがにな、そんなそのまま、あいつただのクズだったからな。さ、世界中と。で、みんなと共に、学問で生活していって、そして、スマブラ参戦じゃなくて、ラブレターと、フィン。いや、よかったね。でもこれさ、結局寿命に関してはもうどうしようもないからさ、なんかどっかのタイミングで死んじゃったりしない？大丈夫？姫屋様ね、ツスクの村で起こったある事件を解決したものに送られる証拠ありがとうございますけど、ありがとうございますけど大丈夫？姫屋様。姫屋様から話は全て聞いた。その時は大変世話になったな。本当にありがとう。ふさぎ込んでいた姫屋様も晴れやかな顔を見せてくれるようになったと。あー、じゃあまあとりあえずはいいのかな？ねえ、寿命に関してはもうだってどうしようもないわけだから、なんかバージョンとか進もうもんなら、なんかどっかのタイミングで死んでもおかしくない気がするけど、何年後みたいな感じで、もう寿命結構短いわけでしょ、あの感じ。大丈夫なんかな？どっかのタイミングで、しかも姫屋様ってさ、マップ上で会えない人間だから、なんか、本当に死んでもおかしくない気がしちゃうんだけど、大丈夫かな？まあ、とりあえず、今回はここで終わりということで、
いや、今回はね、結構思ったより面白いお話だったね。探検隊としてね、一緒に活動するところとか、なんかネタとシリアス展開をなんかいい塩梅でこう組み合わせてる感じがあって、結構今までのサブストーリーの中だったら上位で来るくらい面白かったなと思います。ってことで、次回はじゃあドワーフのサブストーリーをやろうかな。で、ドワーフってなってくると、賢者ブロッケンが多分出てくるはずなんで、そこ結構楽しみなんだよね。多分ブロッケンもね、ここでブロッケンを知った状態でアンデシア行くのが本来だったら先だと思うんだけど、まあどうなんだわかんないけど、まあなのでね、ブロッケンについてお話を見て、その後まあレーンの村やってって感じかな。まあとりあえず今回はここで終わりにしましょう。それでは今回はここまで、バイバイ。